私の買い物のテーマはオンオフの切り替え感があるもの、うん、デニムとかちょっとカジュアルなものに合わせたいなと思ってます。本当に紙みたいな質感でぐしゃぐしゃってできるようになっていて、これの撮影の直前にまた新たな購入品を買ってしまいまして。皆さんこんにちは。本日のバイラチャンネルはバイラ8月9月合併号の撮影にお邪魔して、バイラスタッフの皆さんの最近の購入品についてお伺いしていきます。アトバイラでも連載中の料理家の長谷川あかりさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと本誌の撮影の途中ですが、はい、最近の購入品をお聞きしたいなと思っておりまして、はい、最近はですね、もともとリングが好きっていうこともあって、新メンバーをちょっと新メンバーをお迎えしたのでちょっとそれを紹介したいなと思ってます。もともとあかりちゃんは印象的なリングをたくさん持ってますよね。ありがとうございます。可愛いです。どこが新入りですか？まあ、今日の手元こんな感じで、新入りは左手の人差し指にあるカルティエのトリニティが新入りです、うんうん、今おっしゃっていただいた通り、もともとリング大好きで、やっぱ料理の仕事してるとまずネイルができない、うんうん、であと料理中は全部外さないといけないから、指輪をつけてる時ってなんかちょっとオフ感もあったりとか、なんかオンオフの切り替えに良かったり、まあ、単純に事務作業とかしてる時に、まあ、ネイルはできないけど指にキラキラしたものがいっぱいついてると自分の気持ちがちょっと上がるから、うん、リング集めてますね。外す時に今から料理するぞっていう、あ、まあ、特になんかこう結婚指輪とか本当に料理してる時以外はずっとつけてるので、うん、こういうものを全部取ってエプロンつけると、うん、よしやるかみたいな、ちょっとスイッチのオンオフじゃないけど、うん、なんかそういう役割をリングたちに担ってもらってる感覚がありますね。トリニティをチョイスした理由、トリニティにしたのは、まあ、これからこう買っていくジュエリーはエターナル感のあるものが欲しいな、少しずつって、まあ、年齢的にもそうですし、なんか思っていた時にデザインが、他のアクセサリー見ていただいたら分かるんですけど、まあ、ほぼシルバーリングがこれまで多くって、うん、だけどこう年齢を重ねていくと多分ゴールドのリングとかもこれから欲しくなるだろうなってなんとなく思ってて、ただいきなりこうシルバーゴールドミックスコーデみたいなことをするのがなんか私のこうおしゃれレベル的にちょっと難しい気がして、うんうん、ただこのトリニティはゴールドとシルバーの折り重なっている感じがなんかすごく間を取り持ってくれるような、すごくちょうどいいデザインで、これからいろんなリングをまた買っていく時にもいい橋渡しをしてくれるだろうなっていうこともあって、うんうん、でこれを選びました。100年愛されたデザインは、うん、まさにベストですよね。いや本当にまずこれかなっていうところがあったので、うんうん、はい、ちらをお迎えいたしました。ちらっと私気になったんですけど、足元も、あそう、新しい購入品ですよね。そう、なんかちょっと今年はこういうジュエリーとかを綺麗に見せるようなシンプルなシルエットの綺麗な服が着たくて、ヒールもほとんど私最近履かないので、料理してるとこうだんだん動きやすい服ってなってくるので、なんかちょっとこういうヒールとかを履いて休日を楽しむっていう、なんかそういう切り替えもあったらこう嬉しいかなと思って、それで選びました。そうだから、なんか今年の多分私の買い物のテーマはオンオフの切り替え感があるものっていうのが、まあ、仕事してる時はこういうスタイル、うんうん、でオフの時はこういうスタイル、ジュエリーたくさんつけてなんかちょっとヒールとか履いたりして、うん、ちょっとファッションをこうなんか二面で楽しむみたいなものの買い方をなんかしたいなと思っていて、まあ、リングはちょっと本当にそれにぴったりなアイテムかなと思って、うんうん、ありがとうございます。ライターの野崎久美子です。よろしくお願いします。野崎さん、最近の購入品を見せていただければなと思いまして、はいはい、今日持ってきたのがチルサンダーのシルバーのフラットサンダルになります。こう夏場にポイントになって良さそうですね。そうですね、なんかメタリックカラーがなんか今トレンドっていうこともあるんですけど、もともとなんか結構シルバーのもう小物を結構持っていて長く使ってたので、今年はなんかまあトレンドってこともあって新しく新調しました、うん。どういうものにこの夏合わせようかなと思って購入されましたか？ちょっと私が持ってるサンダルの中で結構女っぽい形なんですね、フラットで。もうなんか今までだったら厚底っていうかボリュームがあるものが多かったんですけど、結構こうシュッと縦長な感じなので、ちょっと女っぽいので、やっぱりデニムとかちょっとカジュアルなものに合わせ
せたいなと思ってます。どこが一番決め手でこれを買いましたか？私なんか身長の割に足が小さくて65近くあるんですけど 2.5 なんですよ足が。だから華奢な靴ってすぼんで見えちゃうっていうか、バランスが悪く見えちゃうのでちょっと避けてた部分があるんですけど、これはなんか結構縦にシュッと長いのとちょっとこうクロスストラップで程よいボリューム感があるので、足が小さい私でもバランスよく履けるんじゃないかなって思って選びました。こうちょっと女っぽい形なのに結構ストラップが太いのが足が華奢に見えづらいポイントなんですかね？確かにこれがなんか華奢なストラップだったらなんか足がの小ささがなんか強調される気がするんですけど、ちょっとボリューム感で助けてもらえるかなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてはライター東原さんの購入品のご紹介です。ちょっとご本人が撮影には出張でいらっしゃらないので私の方で2点お借りしてきました。ルージュビフの東原さんのコラボのセットアップと、ブタロンコラボの東原さんのコラボのトングです。まずこっちからご紹介していこうと思います。モードチックで都会的な夏場はやっぱりこう気軽に履けるトングが欲しいわということで作られたそうなんですけれども、クッションが効いていてすごく履きやすいんですよね。でなおかつやっぱりちょっと華やかさが欲しいわっていうところで、でもパールだとこうちょっとコンサバチックなお洋服に合わせるには甘すぎるということで、このメタルのボールをこう並べることでツヤがあって華やかさでモードが差がありつつちょっとシャープな印象にしてくれて、こうコーディネートに合わせやすいということでした。色合いもベーシックな色なのでいろんなお洋服に合わせやすくて素敵だなと思います。続いてルージュビフのセットアップ、今年やっぱりトレンドのアメスリのワンピースが欲しかったそうで、このアメスリのワンピースにセットのカーディガンをこうかけることで、持った時のこことここの間の幅見せがすごく女性らしくってちょっとセンシュアルでポイントだっていう風におっしゃってました。夏場って日焼けだったりとか中の空調の体温調節とかも難しいと思うんですけど、1枚羽織物があるとすごく便利だなと思うんですが、羽織の方は透け感のある素材でこう透ける編み方になっているのですごく涼しく着れるんですけど、一方でワンピースの方は前後ツーベイでどちらを前にしても着ていいんですけど、背中見せも結構バッチリできちゃうという、しっかり編まれているのでもうほんと中のインナーも透けずに気にせずに着られるのが、同じカラーで編み方を変えているっていうのもポイントだなと思います。ライターの榎本陽子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。榎本さんの最近の購入品を教えてください。はい、私が最近買ったのがこの2つのミニバッグになります。こちらがガバというブランドのバッグで、こちらがジルというブランドのバッグで、セレクトショップでそれぞれ買っています。クシュクシュしてて可愛いですね。そうなんですよ、これはランチバッグ、海外の女の子とかがくしゃって持つようなランチバッグをイメージして作ったバッグということで、サテン地なんですけど本当に紙みたいな質感でぐしゃぐしゃってできるようになっていて、そこがちょっと可愛いなと思って買いました。しかもこうブルーでサテン生地なのにそのクシュクシュ感が出るのがすごいですね。そうなんですよ、今年水色もすごく気になっていて、色違いで赤とかもあったんですけど、やっぱりこちらに一目惚れして買っています。ありがとうございます。はい、黒のバッグの方はこちらは撮影で実は出会って可愛いなと思ってずっと気になっていて、撮影からしばらくしてやっぱり欲しいなと思って買ったバッグなんですが、まだ多分日本にそんなに入ってきてないみたいで、ガバというブランドのバッグになります。ちょっとこのパフィーな素材がすごく可愛くって、黒いバッグ好きなんですけどカチッとした形だとすごい硬い印象になってしまうんですけど、これだとちょっとなんか丸みがあってふっくりしていて、さらっと持つだけでちょっとモードの印象になるのですごく気に入ってます。それぞれどんなコーディネートに合わせたいですか？黒い方は本当に何にでも合うんですけど、 T シャツデニムとかに合わせたいです。でこちらに関してはなんかワンピースとかにさらって持ったりとかしても可愛いのかなっていう風に思ってます。なんかこう持ってもいいし、こうやってなんかちょっと小分けに抱えたりとかしても可愛いので、軽やかな格好に持ちたいなと思ってます。なんか2つ目のバッグとしてなんかこうメインバッグありつつガッて持ってても可愛いですね、はい、うん、そう思います。ありがとうございます。はい、バイラ編集部の平田です。よろしくお願いします。
私の最近の購入品はこちらです。セリーヌのストラップシューズです。このブルーのカラーがとっても気になっていて、欲しいなと思って探していたところ、こんな綺麗なソルベなブルーのカラーのシューズを発見しまして購入しちゃいました。お出かけする機会が最近増えてきて、ちょっと背筋を伸ばしてヒールも欲しいなと思っていたところだったので、こちらを履いてお出かけしていきたいなと思ってます。そしてちょっとこれの撮影の直前にまた新たな購入品を買ってしまいまして、こちらのジュエリーなんですけど、25歳記念といいますか、入社3年目記念にトリニティのピアスを購入しました。もう本当やっぱり長く愛されてるデザインで、エターナルなもの欲しいなと思っていて、ジュエリー担当の先輩とかいろんな方々に聞いて、やっぱりトリニティは不変だなと思って購入しちゃいました。